あ、どうも。ああ、明けましておめでとうございます。ああ、そうですか。明けましたよ。2014年。平成26年。そう。平成も来たね。来たね。大正は軽く突破したもんね。軽く突破した。あの、平成になるときをさ、うん、サードレコーディングのほら、リハーサルでさ、そうだね。ね、迎えてるからさ、うん、長く感じるよね。感じるね、あれか。時ね、昭和デビューだよ、小田君、俺たち。そりゃそうよ。だってカセット出してるし。古いよこれ。まあね、そのシートも配ったことあるんだから。そうだね。そのシートって言っても分かんないよね。聞けないしね。あの、今ペラペラのね、うん、レコードがあったんだよね。今で言うあれだね、 CDR 配るようなもんだね。まあそうだね、うん、無理やり言えば、無理やり言えばね、うん、その安さ的な感じで言うとね、うん、そう、簡易レコード的なね。うん、でその代わりちょっと柔らかいからね、本の間とかに挟んでちょっと、ま、そうそうそう、曲げても大丈夫なんだよね。もともとね、雑誌の付録とかによくあったもんね。あったあった。でも一時さ、うん、インディーズ時代っていうかさ、うん、バイクってバンドやってる頃に何枚かそのシート出したんだけどさ、うん、結構まあ安いんだよね、レコードプレスよりも、はい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 、で案外さ、色もさ、うん、昔のさ、知ってる、あのカラーレコードみたいにさ、赤とかね、赤があったりさ、うん、青があったりさ、そうそうそう、こう半透明のね、いいんだよね、うん、あれが可愛くてさ、わかるわかる。であんまりこう音質にね、こだわってなかったからさ、うんうん、これなんかそのシートでリリースもありだなってちょっと思ってたんだよね。ああそう、当時ね、当時だよ、うん、まあ、CD もないし、うんうんうん、可愛いじゃん。まあ、可愛い。で、あの博多のザ・モーツのさ、うん、ファースト俺買ったんだけど、うん、特典がだってそのシートだったの。あ、ションベン、ションベンとなんだっけ、忘れてた。ションベン、もう2曲入ってたよね、うん、あれもさ。そうだね、うん、出す、うん、出す、出したいぐらいだよね。ビザール面で、ビザール面で、あ、いいね、ゴータロー君、ビザール面、ビザールあれだね、そのシートね、うん、明治堂以来、もう以来、ビザールマガジン作ればいいんだよ、だから。あ、ビザールマガジンについてるんだ、いつも。そうそうそう、いいね。昔ほらカセットブックってあったじゃん。あった。あれを今再びだね。あ、それいいよ、うん、その中に第1回目が北枕とか入ってるんでしょ。そう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 。絶対いいよ。いいね。で、薄い感じでね。薄い感じで。で、そのシート。そのシート。いいじゃん。で、手書きで全部。そう。いいじゃん、それ。やろうよ。いいよ。ファンクラブ作る？いや、それ。管理が難しいから。管理が難しいよ。ホームページもないぐらいだからね。そうなんだよね。ホームページ、ついに潰されたからね。学校してるからね、実際。本当に。まあ、ホームページは作った方がいいね。そうだね。ぼちぼち。どうやって作るの、ホームページって。もうルシアに作ってもらえばいいじゃん。また他力だよ、うん、だって昔さ、小太郎くんさ、ホームページ作りましょうみたいなさ、うん、あのほら、俺たちパソコン始めた時にさ、なんかあったよね。はい、あった、あった、そういう簡易セットみたいなさ、あった、あったじゃん。あった。ああいうのもうないの？どうなんだろうね。そういうのがいいんじゃない、小太郎くん、逆行して。いやいやいや、ちゃんと作ろうよ。あ、そう。俺たちのことだからさ、ちゃんと作ろうよ。いつまでも古いっていうさ、10年ぐらい。中途半端に古いじゃん、それ。だってパソコン自体がそんな新しくないからさ。そうだね。うん。いいんじゃないの？いや、まあ、本命してた、あれ相当なんか緩いよ。緩かったよね。あなたは何人分のお店を。そう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 。やだよ、俺。カウンターがついててさ、俺好きなんだよね、あれ。やだな。あのカウンターいいよ、ものが作ってよ。懐かしいな、あの頃のホームページ。壁紙もなんかただ白で薄いクリーム色だったりしてさ、下でなんか動いてんだけどね。そう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 、ちょこんちょこんで、ちょこんちょこんってなんかちょっと跳ねてるやついるじゃん。そうそうそう、曲もなんか流れるのはオルゴールみたいな、オルゴールみたいな、なんかエレクトーンで作ったようなね。重いとダメなんだよね。そうそう、重いと動かないんだよ。あれ好きだったなぁ。考えられないね、今これタブレットが今。考えられないよ。あれ iPad で見たら多分死ぬね、もう。だって小田君さ、あのパソコンさ、インターネットつなぐのにさ、うん、電話回線だからさ、うん、落としたよね、プシュー、ジジ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 。でも今も信じらんないね、この進歩は。そうだね、常時接続だからね。今そんなこと誰も言わないもんね。言わないよ、常時接続だよ。常時接続なのに、だってほらスマホとかだって電話料金なしで通話できるでしょ今、いろいろなアプリ使えば。まあそうでしょ、できますよ、もちろんね。え、
昔じゃ考えられないじゃないか。 LINE だってできるんだからさ、会話。そうでしょ、うん、これはちょっと考え方も変わるよね。古いのかそういうのが喋る気しないんだよな。あ、俺もはやってないけど、やっぱ喋んないだろうね。普通に電話してもね、携帯で喋るのも買ったりも。そうなんだ。受話器の重みがないと。ああ、ずっしり来ないと。そうなんだ。あのガラケーの頃はまだ喋ってきたけどね、今のスマホじゃね、うん、やだね。こう、うちの実家がさ、ずっと、ね、黒電話だったのよ。いいじゃん、こだわってずっと、うん、でこの前行ったらさ、うん、ちょっとだけ進歩してさ、うん、ファックスがついてたんだよね。でもファックスなんか絶対使わねえだろ。ダックスね。だったら黒電話でさ、行ってほしいなと思ってる。つなぎ替えようと思ってんだけど、この戻ったらいいんじゃないあれば。ファックスだってさ、ファックスいらないよ今。使わないでしょ。使わないよファックス。中途半端なさ、山田電機で8000円ぐらいのが置いてあったんですよ。ファックスも今最も使わないね。使わない。だから俺なんか、あの、なんだっけ、あのインクあるじゃん、はい、カーボンの、うん、あれもう切れたままだもん。あ、そう、うん、ファックス俺はやり方わかんないもん。もう忘れちゃったよね。忘れちゃったよね。リーダー小谷君初めてです。はい、どうも。ツアーお疲れ様です。どうも。沖縄には逆襲に来てもらえないんですね。あー、一回中止になっちゃったからね。それはフェスね。フェスがね、うん、前回のツアーで満足してもらえたということでしょうか。夏のモンパシフェスも中止になり、次はいつ皆さんに会えるのやら、うん、そんな欲求不満の日々が続いているせいか、ライブに関する素敵な夢を見てしまいました、うん、それはコレクターズ30周年武道館公演に家族で参戦するという夢です。ほう。 SE の後メンバー登場、うん、リーダーの姿はデビュー当時の細い体型。戻ってんだ。開口一番、初心に戻ってダイエットしてきたぜ。盛り上がる方です。ちょっと待って、それは何、俺が言うんだ。言うんだよステージで。ああ初心に帰ってダイエットしてきたでーって。なぜかそれ、もうイエーって盛り上がって。イエーって盛り上がるの、それ。盛り上がるよ、それは。2階席まで走り回るリーダーのパフォーマンスに観客は大盛り上がる。走るな。公演は2部構成。まず第1部は、うん、年代ごとの代表曲を演奏した後にメンバーの衣装替えタイム。なるほど。衣装替えの間にはステージに巨大スクリーンが登場し、はい、リーダー編集のヒストリーフィルム上映。なるほど。後日 DVD 販売もあるということ。なるほど。随分細かい夢だねこれ。第2部が始まる前にはメンバーの休憩タイムも兼ねてか、うん、コレクターズクイズが始まりました。クイズ。バンド名の由来は、はい、5作目のアルバムタイトルはなど、まともなものから、うんうん、キャンペーンで訪れた名古屋、うん、金髪のQちゃんを見てタクシーの電車が言った失礼な一言とは、うん、金沢でのフラカンとの共演、フラカンナンゴールの際孝太郎氏が着ていた妙な柄のシャツは誰のものというマニアック、うん、なるほど。マニアックなんだね。すごい。中でも個人的に受けたのがメンバークイズ、うん、コレクターズのデビュー当時のドラマを3択でお答えください、うん、はい。ここで舞台に3名が登場。ずいぶん左から等身大パネルのヒズム、はい、真ん中にはモッドスーツの細身の男性、はい、右にスウェットパーカーのデブ、はい、真ん中の男性に票を集める中、うん、正解は右の男性、うん、リンゴ玉騎士、かなり太っています。もう太っちゃってるんだ。コレクターズ30周年おめでとう、うん、俺も加藤みたいにダイエットしなきゃなと素敵なコメントで退場。面白い。続いてコレクターズデビュー時のベーシスト3択でお答えください、うんうん。同じく3名が舞台にね、まあ、出るんだ、うん。左から等身大パネルの細身のモッツスーツの男性、はい、真ん中には映画さらば青春の光の長期役のフィリップ・デイビスね。右にオリ君。オリ君、はいはい、意外にオリ君に票が集まります。なるほど。まあ、正解は長期ね、うん。長期俊明氏は現在、うん、所在が分からないため、うん、パネルでの出演となりました。よってコメントもございませんと悲しいアナウンス。私は現代の玉木氏、長期のことは知りません、うん、ごめんなさい、夢の中のことなので許してください、はい、第2部でのアンコール6回を含む6時間公演は非常に満足できるものでした。これが6回マセメになったらいいなと沖縄より愛を込めて、10名さん。嬉しいね、こんなに夢まで見てやったのね。いいけどね。アンコール6回でもだから。いや、アンコール6回とか6時間はね長すぎるよね。小田が客だったらどうか。腹減っちゃう。え、客だったら帰っちゃう。帰っちゃう。途中定食だよねこれ。2時間半コストイライラし始めるんだよ。早く早く終わるよと。本当だよね。どんなに好きな人でもやっぱり3時間が限界だな。どんなに長くてもね、うん、そう思う。やっぱ2時間がいい。本当2時間ね。2時間がいいライブは。ね、2時間いないって言いない。ね、言った方がいいと思うけど。
ね、そうなの。1時間半から2時間ぐらいの間やっぱ一番いいな。本当はやるのも見るのも1時間半ベストだけどね、やっぱりでもお客さん的にも足んないんだよねきっとね、うん、なんかこう集中力って本当欠けるよね、うん、ね、そう。だからやっぱ長きゃいいってもんじゃないかな。 CD もそうだし、そりゃそうよね、うん、まあ、そうなんだ。でもみんな結構具体的な夢見るんだね。いやー、よく覚えてるね、うん、夢って忘れんじゃん。忘れる。そう、覚えてたもうさ、こんなリアルじゃないじゃん、うん、急にどっか行っちゃったり。たまにあるけど、そう、急にね、俺も宇宙人のやつとかでしょ、うん、そうそうそう、もうでももうほら、うん、ね、宇宙人にさらわれたなんだって、そう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 、始まるじゃない。そうそう、次の瞬間駄菓子屋で何か食ってたりとか。そう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 。夢ね、最近見ないな。よく寝てるんじゃない。よく寝てると思うけどね。あの眠りが浅いとさ、うん、夢見るっていうもん。よく寝て、最近なんかほんとツアーとか疲れるね。疲れた疲れたってみんなで言ってんのね。いやでもさ、ツアーのホテルでさ、俺あんまりホテルで寝れないんだけど、まあ俺もそうだ、最近よく寝れるようになっちゃってさ。あ、じゃあほんと疲れてさ、朝起きてどこだって思うんだよね。逆にしばらくしばらく、ここはどこだ、しばらくちょっと分かんない、分かんないんだ、もう宇宙人状態つまり。そう、どうだと思って、どの辺で気がつくの。まあ本当は5秒で気がつくけど、うん、最初あれと思うんだよね。それ結構飛行機の中でも最近そう。あ、ちょっとうたた寝しちゃった時に、そう、それが深い。お、最近これ俺地下鉄がダメだよ。地下鉄、地下鉄でちょっと行っちゃうじゃん、うん、地下鉄は寝ないね、寝ないね俺。そうするとどっち方向に走ってんのかよく分かんなくなってくる。あ、うん、わかる、わかるよ。でいつもだったらあれこっち側じゃないはずなのみたいなさ。あ、でもそれじゃないけど、最近よく地下鉄とか逆方面乗っちゃうね。それ問題あんじゃん。乗る段階で、乗る段階で気にしてないってことなんだ。この間も山手線逆方面乗ったね。乗っちゃって、なんか結構ね、うん、iPod とか聞いてノリノリでイエーって感じ。あ、ノリノリダメだね、うん、ノリノリだとメール打ってたりするとそう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 、やっちゃうね、あれね。落ちるよ、線路が。ほんと危ない危ない。この間もちょっと前だけど、もう原宿に行くので、うん、地下鉄乗ってさ、うん、そろそろかなと思ったら小竹向かい春なんだよね。随分後ろ行っちゃったね、お前。それはあれ、それなりますの、行っちゃうよ、それ、うん、担々麺食わなきゃいけないじゃん、それ、うん、しかもなんか自分の地元は池袋から乗ってんのに、これ本当だよね。何やってんだ、何がどうなったんだろう。ちょっと何やってんだって感じだよね。厳しい。だって俺なんかこの前、これビザールメンのライブなんで自分のベース忘れちゃったからね。そうそう、みんなのアンプ積んできてさ、そうそうそう、加藤さんベースはって言われて、自宅だーって、もうほんとそれからもう自分で電車で取りに行って、ベース2本重かった。そりゃ重いよ、うん、ね、ビザール面だからテスコでやんなきゃね。そうそう、様にならないし。そういえば小田君の函館ビザール面図、うん、YouTube にさ、うん、伊達直人が上がってた。うっそ、ほんと、へぇ、ほんと好きなんだよ小田君。見たいな。ギタリストかな感じ、シュートみたいな感じなんだよね、なんとなくルックスが。チェックだな。うん、見てみて。俺、伊達直人。分かった。うん。カラオケで上手いやつが歌う時で節回しあるじゃん、小田君。はいはいはい。あんな感じなんだよ。あん時分かった、小田君。やっぱプロだね、小田君。あ、そう。うん。歌もね、うん、抜けが違うよ。全然。小田君も全然やっぱ分からない、生きてると思ったもん。あ、そう。なんていうのかね、存在感っていうのかな、なんかこう圧倒される感じっていうかさ。金あればいいじゃん。いや、あ、先方、うん、函館ビザールメンズ、うん、金があるかどうか分かんないよ。そっか、全員がさ、いや、ほら、デンテラベンチャーの人たちはみんな金あるとか思ってた。そうだね、そうだ、確かにね、勝手なイメージね。でもなんかありそうな風貌だったな。あ、そう、うん、そうか、うん、なんかぜひやりたいね、対バンで。うん、京都府の三島さんからいただいてます、ね、三島さん、こんにちは。たまに聞いて笑ってます。寂しいな、元旦早々たまに。去年熱烈大ファンになった友人から、うん、予習的にダビング CD を渡されて聞き、うん、ライブに同行しチューインガムを次々手渡し、ソングアプローチを友人が聞けない日は私が録音して後で一緒に聞いて笑うという、うん、つかず離れずのコレクターズとの距離を保っていますと。自分遠距離だね、なんかね、うん、その友人がバイクのことなら2人に聞けというのでメールしました、
私は33歳女、うん、川崎の紺色、二班の TR に乗って9年くらいです。おお、2号なんだ、うん、最近ツーリングに連れて行ってもらっていた兄貴姉子たちが、うん、次々と自転車や山登りの自然派に乗り換えていて不安になりました、うんうん、そうだね。一定の年齢になると卒業を感じる瞬間があるのでしょうか、教えてください。喜びの惑星が好きですと。なるほど、うん、まあ俺もリーダー自転車行ったしね、うん、自転車行ったけど、うん、面白いもんでね、自転車行ってもやっぱバイクは好きよ、うん、俺も好きだけど、やっぱ俺も自転車通り越して自分の足行っちゃったらスニーカー行っちゃった、うん、そうだよね、走り出しちゃったもんね、うん、マラソンマンになっちゃったもんね。そうなるとは思うよ。だから33歳がまだか、うん、もうちょっとするとなってんだよ、うん、ね、うん、35ぐらいやな、うん、250か。面白いなと思ったのはさ、うん、埼玉県の北部じゃないですか、俺、うん、生まれも育ちも、うんうん、で族もいっぱいいたわけですよ。そうね。それで妹の長男がさ、うん、高校卒業してさ、うん、で、まあ、ほんと期待通りさ族っぽい感じになってるんですよ今、うん、でバイクの話するとさ、うん、目が輝くんだよね、うん、もう親戚のおじさんを超えてるわけですよ、うん、はいはい、で俺がねそこでね、うん、SR とかって言う瞬間に短期といいっすよね噛みつきがいいんだよなだからバイクっていうのはさ、うん、こう世代もさ全て超えてさ、まあね、つながるよね。つながるね、うん、で身長が全く俺と同じ183なの、うん、で俺に何つったか知ってね、うん、でそいつ痩せてたのやっぱり若いから、うんうん、おじさんぐらいの体が欲しいですよっつったのなんでやったら、うん、寝かすとき大変なんですよねバイク寝かすのに体重が必要かまあ必要だもんね。まあそっか、グッと寝かせるのにね、うん、コーナリングがきついって言うんだ今の体じゃん、痩せてて。どんなバイク乗ってんの？なんかね、川崎の、まあ、400ぐらいだと大変かもしれない。400乗ってて、うん、で今度はだからもっと限定解除でもっとでかいの乗りたいみたいな、うん、それこそマッドマックス行きたいみたいな、うん、ああいうほら佐賀だからさ、はいはい、埼玉県北部に生まれると俺だって欲しいよ、でかいの。いいよね、バイク欲しいよ。バイクもガレージだったら何台でも欲しいよ。本当だよね、でかいのかちっちゃいのから、かっこいいもん。そうなんだよね、バイクかっこいい。買おうかな。本当に欲しくなる時あるよね。あるよね。でかくてさ、アメリカンじゃなくてさ、これ3月ぐらいから欲しくなってくんだな。カフェレーサーそう欲しくなるね今寒いからね。そうなんだ、今は福祉のように俺たちは停滞してるけどね、うん、これが日がねさんさんと差す頃になるとね、もう乗りたくてしょうがない。でもついにさ、昔はもう絶対昔のバイクじゃ嫌だったじゃん、うんうん、もうセルなんか死んじゃうみたいな、うんうん、今もうそういう最新のがいいねキックがもう重くて嫌なんだ。重いし、なんかもうなんか最新の乗りたい。ああ、わかる。まあ、古いのは壊れるしね、うん、その壊れた時に押してね帰ってくる感じとか、そう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 、ライヤーだもんね。そうそう、だから俺エストレア買った時も、うん、なんで勝手にライトついてんだよと思ったんだけど、なるほど、今は全部ついてるからね、うん、今もそういうの乗りたい。そっか、うん、かっこいいよね、まあ、今のでも。でもう親父じじいだしさ、うん、選べばなんかこういうなんかさ、うん、ちょっと大きめのでもう今の普通の ね、それでこうトライアンフとかでね、そうそうそう、ゆったり乗る感じでね、そうそう、メーターピンとか、それはかっこいいよ、ね、それいいよ。それも持ってて、うん、ね、まあ、ヴィンテージも一個あると、まあちょっと ね、ダブルぐらいが置いてあるみたいなさ、そう、わがまま言うバイクが一個あるって、これは男のロマンだね、これ。まずやっぱ俺も限定解除取んなきゃダメだな。そうだそうだよ。でもやっぱり、ね、ダブルはね、うん、乗りたいね、55歳までに。川崎のね、あれはいい、ダブルはかっこいいよ。そうなんだ、うん、でもね正直ね、なんかにダブルもどきにできんじゃん今。まあできるよ、カスタムして、ね、それでもいいと思ってんだよね。ダメだよそりゃダメでしょ。そういうところはね、年取ってきちゃったんだよ。そりゃダメでしょ、年取ってきちゃったんだよ。それモズ風のバンドと一緒ってことだよ、これ、こと君、絶対ダメでしょ。まあね、でもダブルなんて買ってはんなさいよ、大変だと思うよ。いやいや、そんなことないよ、ダブル乗ってよ。欲しいね、欲しい、オレンジのね、うん、行きましょうよ、モダムさんツーリングでガーバイク。俺も限定会長取るよ、したらどんぐらい取れんのあれ。20万まで取れんじゃない、期間。ちょいもう式いいんでしょ。だって小田君だって中型持ってるから、中面持ってるから、うん、普通に実技受けてもう OK でしょ。だから750。いやいや、ダメだよ、それから一本橋もう一回やんだよ。いや、それいいよ別に、うん、引きがない老眼でも大丈夫だよ。今更もうさ暗記とかできないから老眼でも大丈夫。一本橋は何なんつうの、もう余裕よ。一本橋の工場だもんね。一本橋余裕だよ俺、うん、パッソルでも通っちゃうよ。パッソルちっちゃいから50だからパッソル50ですから帰って難しいんだよ、パッソルのは。
でかいバイクとか一本橋で余裕で、俺だから教官に言うもん、これ半分の太さでいいって。まあ本当だよ。言う極限じゃねえかよ、もう。そんぐらい俺一本橋で自信ある。自信があったんだ。自信ある。随分自信ある。みんな一本橋で落ちるんだよ、小太郎くん。話になるんだね、一本橋で落ちるよ。で、スラローム余裕ですよ。そりゃそうだよな。じゃあ全然大丈夫じゃん、小太郎くん。コースが覚えたんだよ。面白いコースが、コースがね、右回ってからこっち左入って S 字入ってみたいな、それが覚えられない。それが覚えらんないんだよ。それ通り越しちゃう可能性があるんだ。そうなんだよ。それでブー、うん。それ一番面白いんだけど。言ったんだよ、ね、余裕ですよ。それちょっと違う病気だね、頭の方も。ほんと、コース覚えられないってさ。方向地ってのもあるしさ。うん、バイオハザードも時間かかってんだよ。そうなんだ。方向地で。バイオハザードも。そうなんだよ。そうか。そう、そこでね、緊張しちゃうね。そうなんだよね。まずコースで。コースでね。まあ、ちょっと行きたいな。ね、行きたい。来年行きたいね。うん、行きたい行きたい、行こうよ。9月。なんか来年かよ。来年じゃない、今年。今年行こうよ。9月ね。あったかく来たらさ、9月がよ、9月が。ちょっとオフ日にさ、通おうよ。豊島で。北豊島。北豊島。北豊島自動車学校で。あれ、丸井の前から出てくるね、バス。出る、出る、そう。行くよ、そして俺も。いいじゃん。行きますか、じゃあ。うん。多分、10時間ぐらい乗りゃ取れるよ。いや、いや、だって、別に、乗ってって言われて別に一発でも行けるんだけどさ。だコースがさ、そうなんだよ。それコースを覚えなきゃ。3日ぐらいかけてさ、そうそうそうコースを覚えなきゃいけないから。その場で決めるじゃないの？その場で決めるけど、大体ほら、あるでしょ、パターンが。パターンが、ね。5つぐらい、多分で。コースに集中しちゃって技ができないってことだよ。できないってことだよ。そう、そうだよ。で、停止線ちょっとオーバーみたいなさ。バイクなんて重列駐車がない分だけ余裕だよね。全然余裕。ただ一本橋だよね、うん。みんな落ちるのがね。なんであれ落ちるのか俺。いやだからさ、孝太郎くんは結構さ、思い切って行くじゃん、バーって。そうね。だから結構あれ早く走った方が落ちないんだよ。いや、俺でも悪いけどね。うん、結構低速でしょ。ちょろちょろでも全然余裕だよ。みんなちょろちょろで落ちないから、ちょろちょろちょろこうやって落ちて。迷いが。ブーなんで、そうだ、迷いが。違う違う違うね、あれはね、うん、コツなんだって。あ、そうなんだ。もう思いっきりタンクでもね、うん、頭が揺れない。ああ、そうね。うん、じゃあなんで安定性がね。普段ね、ガニ股で乗ってるやつを、うん、そこだけは。そこだけギュって。なるほど。タンクを挟んで。挟むのよ。なるほど。そしたらもう全然。全然大丈夫。いいなじゃあ行くかうちのその、ね、親戚と3人でバイク買うかじゃないね、うん、今年かもう今年俗になろうもうなる、うん、暴れよそうするとやっぱ古いの欲しくなってくるいやいやいやまあそうよ雷族っていうのがね俺たちの頭にあるからねやっぱダブルだなダブだダブがいい小田君ダブ似合うよダブルなんだよね絶対似合うよし買おう行こうよめっちゃかぶんなきゃんねバタンだろな処方の処方でしょめっちゃかぶんなきゃいけないでも俺は 50cc はノーヘルで走った世代だからさそういう時代だよ、うん、そういう時代だよもちろん俺だってそうだよ確かに、うん、危なかったね今思えばね今思えばよくないよいやよくない、うん、本当によくないと思うそう考えると、84、5年までで OK だったってことはさ、うん、やっぱ昔は恐ろしいでしょ恐ろしいよ、結構。怖かったよ。ね、うん。赤ちゃんの前でタバコは吸うしね。吸うし、本当に。本当に。そうよ、ルール無視だよ、もう。ね、丸の背中でも吸うし。そうだ、大人の勝手だけだもんね。本当。もうそれでいいんだからね、世の中。よくないよ、それでしたね。いやいや、いいと思うよ、うん、ある程度。元トーンリターンとツアー、ファイナルが19日、エビスリキッドルーム。はい。ツアーって消しないね、これ、開いちゃって。まあ、ちょっとね。仕切り直す仕切り直そうよ、これ。うん。で、ピザラマンピザラマン。うん。2月2日あるんだ。心斎橋ですね。ライブハウス、ソーマ。ソーマって初めて行く。うん。帰ってきた、なにわの若旦那。うん、いいね。2月14日のレッドクロスは、これソールダートと。あ、そうなんだ。あ、もうソールダートしてんの。早いなそっか3月には熊本のイベント、うん、ハッピージャック2014にしてたこれこれ2つ熊本で悪口リーダー小太郎くんおはこんばんちは熊本のタラマンチョス48歳女です48歳、うんあまりのことに初めてメールします、うん、先日熊本のローカル番組で、うん、ハッピージャックというイベントの出演者紹介をやっていました、う
はいはいはい、コレクターで指定しますよねと、うん、各バンドのライブ映像がちょっとずつ流れて MC が紹介するんですが、うん、この西島昌司という誰だかわからない MC がこう言い放ちました、うん、コレクターズと言ってもピンとくる人はいないと思いますけどムカつくなこいつ、ピンとくる人はいないとこう断言したんです。何言ってるんでしょう、仮にそうとしてももっと他に言い方があるってもんです、うん、このポッドキャストのことなどこの人は知らないでしょう、うん、よく音楽番組の MC なんてやれるもんです、うん、熊本の人材不足を通過しました、うん、3月のライブではガツンと目に物見せてやってください、うん、ちなみに私も初コレクターズです、うん、前回のハッピージャックはクロマニオンズのため参戦しました、今回はクロネコチェルシーを見ようと思います。ああそうなんだ、コレクターズとね、なるほど、コレクターズは曲をよく知りませんが存在は昔から知っていますって好きな曲は青春ミラー、嫌いなのはプロポーズソング、楽しみにしています。嫌いなんだプロポーズソング、困っちゃったお前、これだけ博多行った時にね、その話もいろんなところに広げてきて、そう今ちょっとね、あいつビビらしてるからさ、うん、そう司会者をね、うん、これご対面すごいことになるよ、まあ、土下座から始まると思うよ、うん、ここだるから、みんなすごい怒ってたもんね、博多の友人たちが、何をおっしゃってる、何をおっしゃってる、すごかったよね。3月の熊本はさ2日あるじゃん、3月の15日と16、あ、ほんと、うん、16だね、16、うん、で、うん、クワトロウィークリーがあるね、3月の1、8、15、うん、そういうことはこれ15日のクワトロ終わって熊本に殴り込みだ、はいはい、もちろんそうですね、おいえだねこれ、うんうん、そうだ、打ち上げなしだね、ないね、ファイナルだけど、うん、だってやってらんないもんね、次の日だって熊本だと早いでしょ、これ早いでしょうね、その日でライブじゃ、うん、うん、詳しくはコレクターズのおっしゃるサイトで確認する、はい、あ、クワトロっていうとですね、うん、ドーナツ1月下旬号ですね、うん、クワトロ店長と我々の対談が、ああやりましたね、掲載されます、なるほど、あの日店長スタジャンの新しいのを着てたよね、着てたね、あ、調子ついてるよね、いいじゃない、このポッドキャストはスタジオ MOG のスクラップ MOG のサイトがダウンロードできます、はい、写真館アーカイブこちらにありますので、はいはい、毎週水曜日更新、はい、PML 袋24 atmagmail.com よろしくです、うんうん、まあ、今年もよろしくってことですね、じゃあね、つまりね、そうね、じゃあ Do the download Do the download 池袋交差点24時。